藤山博美、藤山博美、藤山寛美、本名、稲垣漢字、1929年6月15日から1990年5月21日は、日本の喜劇役者。戦後、昭和の情報喜劇界を代表する喜劇役者であり、数多くの名作を残した。弟子にはなかんた、今寛大の花寛太、山崎海道らがいる。 女優の藤山直美は娘。俳優の藤山千次郎は孫。永年にわたり、小畜新喜劇の大スターとして活躍。アホ役を演じれば、天下一品で、アホのカンちゃんとして人気を博した。桂春ラハの酒屋の小僧なども絶品である。1929年、昭和4年、関西新派、整備団の俳優。 藤山明美の末の息子として、大阪府大阪市西区に生まれる。母は、新町のお茶屋、中井との女将、稲垣君。父の病没した1933年、昭和8年、花柳翔太郎の命名で、父の藤山を継承し芸名を、藤山博ろとし、翌年1月に4歳で、初舞台に立つ。関西新派の都文雄に支持し、13歳で、 渋谷天外に誘われて、小畜家庭劇に移るまで、指定関係にあった。大阪大空襲で、大阪の芝居小屋が焼け落ちたこともあり、1945年、昭和20年3月に、皇軍異門隊の一員として、九満州に渡ったが、皇天、現在の新洋で終戦を迎え、一時期ソ連軍に抑留される。解放された後は、ハルビンで、キャバレーの防衣や靴磨き、芝居、 ブローカーなどをしながら生き延び、1947年、昭和22年秋に帰国。以後は、格劇団を転々とし、1947年に、蘇我野屋十五、師匠格にあたる二代目渋谷天外、何わ知恵子らの松竹新喜劇の結成に参加。1951年、天外作、桂春団子の酒屋のデッチ役が、批評家や演劇関係者に評価され、 一躍人気役者となる。あと、広ロを可愛がった天外が脳出血で倒れた後は実質的座長となった。生来、俳優の子という出自ゆえ、俳優、芸人としての姿勢を私生活でも徹底し、初代、桂春男児と後の横山康史のように金遣いも荒かった。遊ばん芸人は、 花がのうなるという母親の一家ことを守り、夜の街を金に糸目をつけず合流した。北の雄二、なんと、雄二か南の誠、藤田誠、東西南北、藤山博美と言われ、戦後の髪型を代表する遊び人として、多くの逸話を残した。バーの防衛に、チップとして、車のキーを渡し、自動車一台を与えたこともあった。そのため、多額の負債、 知人に騙された巨額の負債もあったを抱え、1966年には当時の金額で1億8、0円の負債を抱えて自己破産。これを契機に、小畜と小畜芸能から専属マネジメント契約の解除を通告される。彼は舞台に立たず、東映常務、岡田茂、後社長を頼り、東映人協映画で、鶴田浩二らの助演で生活をしのいだ。 ヒロミが自己破産と小竹新喜劇を首にされたことを知った天外はヒロミにアホ、借金なんか作りよって、と一括した。事実上、その時点でヒロミは破門の扱いとなったが、復帰後は破門を解かれた。後輩芸人への面倒見が良かったヒロミは彼らの借金を立て替えることもしばしばで、特に自らがまだ多額の借金を抱えている最中に、 月底八方の一、霊園の借金を、キャッシュで建て替えようとしが、八方自身が恐れ多いと断った。なお、このエピソードは、八方自身の借金エピソードとして、たびたび語られる。その後、宮古町長と、なんと有事を迎えての、新、松竹新喜劇は広磨いた時期ほど客足が伸びず、師匠の二代目渋谷店外も、脳出血で倒れたこともあって、 ついに松竹は、広見の夫妻を立て替えて、再び舞台に呼び戻すことになった。復帰後の広見は、文字通り松竹新喜劇の中心となる。抜群の技巧さも、去ることながら、色気と大阪に和歌のゲーム役を受け継いだ本格的な、情報喜劇の演技を合わせ持ち、特に、千葉町三郎、友野新平、蘇我野八流町、小島慶四郎などの腕立者な劇団員と繰り広げる。 アドリブ芸は絶品であった。さらに1971年に開始した、アホー祭り1972年のリクエスト公演など台作りに力を入れるなど、プロデューサーとしても腕を振るった。1973年には芸術戦勝文部大臣賞を受賞するなど70年代の、ヒロミは人気ゲートもピークに達し、大阪は無論、東京、名古屋など全国で、 熱狂的に受け入れられた。さらに博多にはかの二代目博多短会を一座に迎えたり、三代目市川猿之助の公演に参加するなど、他の劇団との交流も深めていった。地方からの観客を舞台裏に招待することも多く、彼の残した色紙には大きく、夢という文字が書かれることも多かった。窮地の者や舞台関係者には、お酒やお茶ではなく、 彼が愛飲していたミックスジュースを作り舞台裏で振る舞うこともあった。小林信彦は広ロの楽屋に挨拶に行って舞台稽古を見せてもらった後で歌詞折りと現金三万円が入ったのし袋をもらった。小林は僕の楽屋訪問は突然だったから急に用意したものではない。多分大阪のジャーナリストのためにこうした用意がされているのだろう。と後年書いている。 知人に騙された巨額の負債について、アホをやっておりますが、ワテのアホはどうやら本物らしゅうを増すと言い,い、恨み事一つも言わなかった。その負債も復帰によって完済し、大物ぶりを示す結果となった。二十年間にわたり一日も休まず、舞台に立ち続け、大阪万博にすら行けなかったという逸話も残っているが、趣味の魚釣りを行うため、 遠出することもしばしばあった。ちなみに、上記の借金は19年目に完済された。広見の一連の動きは、かえってワンマン体制を作り上げてしまい、マンネリズムに陥る傍ら、1977年には、有力な座員であった、蘇我の八鶴町、小島秀才が対談した。鶴町はこの時のことを、長年休みなしの工業には限界を感じたと、語りさらに、 他人のことを、これっぽっちも考えない、強気の方ですと酷評している。1980年代になると東京は、愚か大阪公演の観客数も落ちていき、焦った広ロは、団員の入れ替えや、広角抜て人事などを行うが、勢いの衰えは隠しようがなかった。1990年の年明け頃から、体に異変が起こる。3月に、体の不調を訴えて、 大阪市立大学附属病院に検査入院、肝硬変と診断される。舞台に復帰したいという願いも虚しく、同年5月21日に死去。病床では、7月の東京公演のために5代目古根亭新章の落語のテープを聞いて、今の東京の言葉は乱れとるから、江戸の言葉を身につけようと思うてな、と語っている。亡くなる直前には、 上岡隆太郎主催の劇団、変化座の演出、プロデュースを藤山博美が担当することとなっており、博美の顔写真が出演者と共に写っている宣伝ポスターまで作成されていたが、上演直前に亡くなったため、日の目を見ることがなくなってしまった、同舞台は藤山博美追悼公演として上演された。また、亡くなる三日前に中座に行きたいと言い出し、 妻と共に夜遅くに、駐在へ行ったというエピソードがある。死去の際、桂米長は、一番残念なのは、後継者を育てなかったことと、悔やみ、上岡隆太郎は、大阪の文化が滅びると嘆き、立川男子は、通天閣がなくなったようだと忍んだ。小林信彦も、おかしいということに関しては、この人に勝る、喜劇俳優はいないと、 生前から最高の評価をしていた。また、ダウンタウンの松本人志は、著書の中で、この人は、元で面白い人なのはなく、面白い人を演じることの天才なのだと評した。広ヒの三女の藤山直美が、喜劇女優として、広ロの刑を受け継ぎ、舞台で、花のおろく、花の六兵衛のリメイク作品など、広ロの代表作を演目にしたこともある。 一方で、情報喜劇を残そうと考えていたヒロミは、1981年、昭和56年に弟子を、蘇我野屋玉大路、蘇我野屋八十吉地として、蘇我野屋の名跡を襲名させており、今後彼らの活躍が待たれる。2010年2月6月には、没後20周年を記念して、ナオミが特別公演を開催し、ヒロミのゆかりの演目、女房のエクボ、コー持ち、 大人の道は、鉄地の縁結び、村は、祭りで、大騒ぎより披露。2013年11月には五女、未知留の長男で、孫の坂井千次郎が、藤山千次郎の名で、小畜新喜劇へ入団。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。